くだらぬの。身分も家柄もくだらぬ。忠義も真偽もくだらぬ。石田か徳川かなどまっことくだらぬ。世が道家方となりかき回してやろうかの。千年先まで世の悪名が響こうが構わぬ。このくだらぬ乱世を壊したいのじゃ。安心とやらそのきっかけを作るやもしれぬの。
Se ve este güey. Thank you.
Thank you.
puta madre, qué juego. Thank you.
高き仁王が助け合い、毛利は西国で最も強く大きくなった。二人亡き今、この力かつての仁王に及ばぬのは明白。大戦の火の粉の中で毛利の家を守り通すこの難題、解く手立てなどあるほか。石田と徳川そしりは免れまいが、勝った方に組みするしかあるまい。いらっしゃい。
またどうぞ。石田方も西国の調略を進めておるようだが、分があるのは吉川、小早川を調略したこちら。ウィリアム、大阪は華やかな町、お主にぜひ見せたいと思っておった。帝のおわす京にも近い。ついに大阪で家康様にお目通りが叶うぞ。手を挙げ。霊が見え怪異を切るというのはまことか。君子怪力乱心を語らずじゃ。鼻からそのようなことを口にする者に信を受けようか。 This one has absolutely no power. Anzo, do you seriously follow this pretentious little prick? 何を言うておる。鳥居殿、
そのものは影武者だと言うておりまする。こやつは もっと名護を話しておったであろう。それに半蔵、徳本が事前に話しておったのではないか。何がおかしいんじゃ。まあまあ鳥居殿、半蔵殿の推挙もあることですし、全く荒唐無稽と切って捨てるもいかがなものかと、拙者に等しやがあり申す。